はいどうぞ。赤星赤崎瀬尾赤星マシマシティー、はい、お願いいたします。さあ今回、瀬尾が食ってくれたということで、ファミリーマートのですね、ニンニクラーメンとドデカ2倍肉まんということで、千里眼監修の、おお、なるほど、商品ですね。10月に発売されたもの、ファミリーマートはね、これまで大盛りニンニク醤油ラーメンというのがあったんですよ。でこれ自粛期間中に私もやって、配信させてもらいましたが、はい、今回は千里眼さん監修ということで出ております、うん、さらにこちら同じく10月に発売してます。同じ日で出たらしいですね。はいはいはい、重量が通常の肉米の肉まんの2倍、うん、でニンニクや背脂も入ってて、千里眼のラーメンをイメージした袋のエヴァンゲリオンさんが強いエヴァでした。エヴァだね。一袋でございます。さあそして、温めていきますがね、温めている間はこちらをご覧くださ い, ということで、ね、癒されるね。おっと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 で自由逃げ出しちゃうとっとということで着丼ですということでね、こちらが千里眼監修濃厚マシマシラーメン、ニンニク醤油&ニンニクマシマシドデカ2倍肉まんということで、名前も非常に長いですね。トッピングとして入ってるのは、僕が見た限りもやしキャベツネギ豚ニンニクと、これ右側に見えますけども、から揚げが入ってますね。そうですね、そうですね、別皿でこうピュッとこう上に乗ってるんだよね、はい、これがね。僕は普段千里眼を別皿にしますから。あ、私も多分そうです、ね、だちゃんとね、はい、今回もそう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 。で家庭用500ワットレンジだとなんと7分温めなければいけないというね、業務用では1500ワットだと多分4分ぐらいです確か、うんうん、はい。で野菜から食ってますね。ね、長めのレンチンがあるか、熱々くた野菜、うん、くた野菜だったのかな、くたくたでしたね、くたくた野菜と。しっかり7分だもんね、やっぱね、7分ですね、うん、しっかりと温めて、熱々で食べてほしい野菜ですね。あ、麺いきます。お店で食べられるね、これウェーブ麺、あ、結構縮れてるね、縮れてますね、歯ごたえをね、非常に推している極太麺ということなんですが、まあ、くたくた野菜を巻き込みながら食べるとうめえということで、ややデロでもあったのかな、なんかデロってかツルツル入ってく感じがあった、ね、あーなるほどなるほど、喉、ね、越しが非常にいいということで、スープ絡みそうだねなんかね。お、そのスープですが、うん、こちら茶色くて皮乳かけに見えますが、うん、パイタン柄という使用した、ちょっと乳化寄りのスープとして作ってあるらしいですよ、うん、でこのスープ自体にもちろんラード背脂溶け込んでるんでね、うん、甘みを感じつつコクのある、まあ、千里眼っぽい印象のあるスープだったということでございます。大丈夫ですか、食ってないですか。あ、大丈夫です、不思議ですね、うん、はい、詳しいことは詳しい。あ、そして豚なんですが、ファミマオリジナルと比べるとちょっとこのね、みずみずしさがありますね豚に。すごい、これでよくわかったなすごいですよね、あの千里眼の豚、まあ本家ではめちゃくちゃこう柔らかくて巻き豚で美味しいんで、うん、言ったら追加してください。あ、そうだね、やっぱ、さあそして唐揚げましたね、別皿で入ってるんですか。唐揚げの成分が最初からこう入っちゃってると味が変わりすぎちゃうという理由と、後半のサクサク感を楽しみたいという人向けで2つの理由でこれ別皿にしてるんですね。別皿なんだけどね。そうそう、あ、そうね、なるほどね、いきなり入ってない理由としては適量だったりとかね、なんか、あ、まあまあそうね、邪魔しない程度の量というか、ね、辛すぎない量で、うん、で黒ウーロン茶ね、ウーロン茶15ポリフェノールの配合率が高いので脂肪吸収しませんということですね。黒ウロン茶情報初めて出します。ああ出た出た、来ました。グラシン氏のデザインもすごい。グラシン氏っていうの、グラシン氏嬉しいです。マジで知った、食べてないの調べまくってますよなるほど、エッジの部分まで肉たっぷりということでね、これね、背脂も入ってるんですよね。あ、ね、なんかだからすげえトロットロしたね。そうだ ね, ねきっとね一口の重みがすごいね。ニンニクも多かったかな、なんかニンニクの感じ、なんか旨味のニンニクみたいな。あ、なるほどなるほど、匂いがきついってわけじゃなかったですね。はい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 、なるほどね、うまさが多い、うん、まあ肉まん含ませてね、こう麺やスープと食べるとこう重厚感増すんでおすすめです。はい、あ、いいね、生姜しました。これね、うん、やっぱ忘れがちだけど千里眼生姜コールできるんで。そうですね、うん、そうね、ニンニクオア生姜みたいな、お家で食べるんで生姜あるんだったらこう増しちゃってもいいと思いますよ。確かに味変としても、桃屋の最強のやつです。あー出た瓶のやつね、あれめっちゃうまいじゃん本当に最強のうまさの、最強だこれは。いい助っ人を足してごちそうさまでした。あ、いいね、会員監督だ、会員監督。さあそして見ていきましょうラーメンの方ですが、私食べてませんが、だいたいこれくらいかな、これが決めるやつじゃない。確かに72.8です。はい、え、
そしてなんとニンニク、マシマシドドケ肉まんの方もあります。マシマシ肉まん86俺が言えんじゃない。いやそうです、すごいよボリュームとか想像して別にね、手を引くことはできたでしょ。いやちょっとね、大体数値どんぐらいにするみたいな、体員が合わなくて。いや LINE すればいいじゃん。自分でこれちょっと大体こんぐらいかなと思って、どんどん記憶が高まるんで、食ってた不思議な動画でした。不思議な動画、あー確かに自分が食べたのに俺食ってないのかなって思ってた。食べてるんですよ、映像として見てるのに半信半疑。大体目でもね確認できちゃうんでね。あれ赤星は食ってないってことだね。もちろん目で確認してますよ本当。あのファミリーマート店頭でもこんぐらいかなって見に行ってますから。店頭とか見に行ってますよ、ね、怪しいよ。なんか頼むかなって思われちゃうじゃん。あそうね、肉まんとかね。ああなるほど、ね、頼むのかなこの人。レジ前でね、あ頼まねえのかよ。ちょっと品出しやめて一回レジ行っとこうかなってなってる。ああ、うん、って戻ってきた。いや買わねんかいっていうね、いろいろなものを見通す力、まさに千里眼ということで、ごちそうさまでございました。Thank you.